はい。お元気さまです。くるみちシスノーの平です。えー、本日はですね、えー、まあ、この前、建築学科を卒業して、ミサーホームに就職したよという話をしたんですけれども、まあ、ちょっとですね、えー、就職というか、まあ、将来的なその進路でミスをしないようにね、あの、お伝えしたいと思うんですよ。だから、まあ、私の教え子で、その、東和大学という、え、フランクの名前変えたらウカルチューの大学の、その、建築学科に入って、 そして、えー、東大卒の,東大の建築学科卒とか、まあ、あるいはその九州大学の建築学科卒の人たちと一緒の職場でですね、一緒にこう図面を描いたりしてで、建築の仕事をですね、えー、ミサーホームでやってたという話をちょっと一つ。それから もう一つですね、えー、まあ理系の方でトップレベル中と医学部に行くんですけど、文系の方でトップレベル中とは、商社に行く人たちって結構いるわけですよね。商社に行くとか、あるいは官僚になるとか、あるいはその、なんだろうな、コンサルになるとか、まあ、そういった道があるかなというふうには思いますけれども、まあ、ちょっと商社の話も少し触れておこうと思います。はい、ということでですね、どっちから行こうかな。先に商社の話しておきましょうか。はい、ということで、商社がですね、 えー、まあ、あの、なんちゅうか、今、外国からいろいろ言われてるわけですよ。なんで日本のガソリン代がそんな安いんだと。ね。だから、中国の香港だったか、どっかね。えー、まあ、大体今、外国ではガソリン1リッターが680円とからしいんですよね。700円とか。なんだけど、日本ではまあガソリンスタンドとかね、皆さんもこう見ては分かると思いますけど、160円とか170円とか、そのくらいじゃないですか。というのは一体何なのかっていうと、商社の方が、 年間契約とかで、えー、安い時の値段で、そこからこう何年先まで、その値段で買い取りますとかいうふうな感じでね <laughs>、まあ。結局のところ、日本の文系のエリート中のエリートの連中が集まっているのが商社ですから、そういうふうなやり取りをするわけですよ、うん。で、そういうふうなやり取りをやって、日本の円が高かった時に、そういうガソリン価格とかね、原油価格が安かった時に、めちゃくちゃ買い込んでんですね、買い込んでっていうか、その契約をして、 ずっと今の時代ね、そのガソリンが1リットル700円とかで販売されているようなこの時代に、ガソリンを1リットル160円とかの販売価格のままでずっとあの何年も先まで契約をしているわけですよ。ということで、まあ、日本だけがね、唯一そのガソリン価格がめちゃくちゃ安いような状況で、えー、成り立っていると。 いうことなんですよ、ね、でまあみんなその日本人はもうガソリン価格が高い高いと言って文句言ってるんだけど、まあ、世界的に見てもねあの日本ほど安い状況はないわけですよで世界中が日本に対して今文句言ってるわけですよね日本がそうやって160円とかでね安く原油を買い込んでるもんだから 他の国々に対してものすごくね、他の国々はねガソリン価格が600円とか700円とかになってってるじゃないかと、とんでもない日本はという,ような感じで文句言ってる人たちいるんだけれども、これというのは日本が先にね、そのリスクを冒して、それで ガソリンとか原油のその契約をしてるんですよ。もしかしたら今ね、その160円とかで契約してたんだけれども、もしかしたら1リットル100円とかまでボーンとなるかもしれないわけですね。安くなるかもしれないんですよ、ガソリン価格が。そうなった場合には損するじゃないですか。えー、なんでガソリン価格が世界的にね、1リットル100円で車が走ってるのにね、ね、えー、なんで日本だけ160円なのっていうようなことになっちゃうわけで、これはリスクがあるわけですよ。 日本はリスクを冒して、日本はじゃなくてね、日本の商社が、ね、そういうそのエリートの文系の人たちがね、えー、リスクを冒して、そして、えー、160円で勝負と、もうこれから先、多分ガソリン価格上がるだろうからと、もうそれとね、1リットル600円とか700円とかになってみたら、もうこれね、もうちょっとガソリン車とか運転できないよと、ね、もうこれはもう電気自動車に切り替えないと、ちょっとやってられないよっていうような感じでね。 まあ、なってると思います、世界中がね。だから、日本だけなんでそんなに電気自動車じゃないんだ、ガソリン車でみんな乗ってるんだと、電気自動車に買い換えろよっていうふうに言われてるんだけれども、ガソリン価格が安いから、<laughs> そんな600円とか700円とかガソリン価格しないから、まあ、それでそういうふうになってるってことね。まあ、そういうふうな勝者というものが、やっぱ文系のトップレベルの子たちはね、まあ、その、要するに文系の医学部ですよ。 文系の医学部って言ったら商社ですよね、うんまあ。そういうようなところがありますよってなことはですね、前もってお話ししておこうと思います。はい、なかなかね、九州大学あたりを卒業しても就職できないですよ、商社とかね、レベルが高すぎますから。はい、ということです。さあ、ということでですね、えー、後半戦に入りますけれども、まあ、建築学科の話ですね。まあ、建築学科がなぜ勝ち組かっていうと、まあ、その昔はね、 昔はというか、まずね、その建築士がめちゃくちゃ足りないんですよ。だから私の教え子は、その東和大学とかいう、ね、レベルの低い、もう F ランクの名前書いたら受かるような大学の建築学科を卒業しているのに、そういうところにね、あの何の間違いか就職しちゃってるわけですよ。というのも、もう建築士があまりにも少ないから、もう猫の手を借りても借りたいというような状況でねで、特に男だったら雇いたいわけですよ。 で、なんでそれだけ建築士が足りないのかっていうと昔と違って今の時代ねもう女の子たちがいっぱい建築学科に集まってるんですよだからもう私の知り合いの社長さんとかでね中小零細でその建築士を集めてそれであの住宅 施工いろいろやってるような社長さんとかと話をすると、もうとにかくね、あのせっかく就職してくれた女性の建築士さんたちが、もうすぐね、結婚して専業主婦になっちゃったりしてね、俺でもう建築士は足りないんだと、もう昔はね、もう建築学科って言ったら、ほとんどみんな男だったんですよ。ところが今はもう女の子ばっかりになってるもんだから、もう優秀な理系の生徒っ,ったらね、優秀な。 理系の男子ってさ、もうみんな医学部行っちゃいますから、そうなると、優秀な理系の生徒っていうたね、建築学科とかそういうところに入れるような優秀な理系の生徒っていうと、もう女の子ぐらいしかいないんですよね。はい ということでもう建築学科、女の子だらけになっちゃって、で女の子の,その女性の建築士が登場するのはいいことなんだけど、もうさっさと結婚して、さっさと職場辞めちゃうもんだからで、大体そういう建築士だとかね、そんなレベルの高い女性っていうのは、やっぱりレベルの高い男性と結婚するんですよ。ということは、共働きする必要性なくて、専業主婦で働けるんですよね。だから、そういう専業主婦になっちゃってる建築士の女性の建築士たちをいかにして、こう、 パートタイムとかね、アルバイトでいいから、その、や雇えるかどうかっていうところは今、勝負になってるところなんですよね。だから、建築士っていうのはね、建築学科っいうのは、ものすごく今ね、なんちゅうか、まあ、勝ち組ですよということはお伝えしておきたいと思います。もうみんな医学部行きゃいいみたいな感じで思ってるんだけどね、医学部以外にも薬学部だとか建築学科とか、 い、ねまあ、いろいろあるわけですよ、まあ、航空宇宙関係はね、やっぱその航空宇宙はもう日本やら,やらないからね、宇宙ロケットなかなか打ち上げようとしないからですね、これ前、H3 型になったのかな、2型ロケットが3型ロケットになるとかいうふうな感じになってるんだけども。 まあまあ,そのまあまあいいや。で、えー、それでちょっとね、最後にちょっとだけ付け加えたいんだけれども、この前紹介した、その私の教え子の,その、えー、三沢ホームに就職で,できた、その東和大学というね、もう今では潰れてしまってる、ね、フランク大学の学生が、彼がですね、えー、やっぱり言ってたのは、彼は本当はですね、自動車関連企業に就職したかったんですよ、トヨタとか。 日産とかそっち方向へ行きたかったんだけどもう片っ端から自動車関係の企業にそうやって回ったんだけども何言ってんのとあなた建築学科卒業やんと建築学科卒業のくせになんで自動車関連企業に就職したいんだいというような感じでね言われてしまってるわけですよ、まあ、要するに自分の志望が、ね、自分のそのなりたい職業と自分の通っている学科が全然違うもんだからこれでものすごく本人はですね あもう建築学科行くんじゃなかったっていうふうには言ってましたね。うん、いいですか。ということで、自分の就職から逆算して、どこの学科に行きたいかっていうことをちゃんと考えないといけないんですよ。そういうふうにね、もうその建築士になるつもりがないのに、建築学科に進んだりとかね。これはいかんですよっていうなことですね。はい。ということで、まあ、彼はね、あのバブルが崩壊した後に、 大学に行っっちゃったのでなんで自分が大学生の時にバブルが崩壊してるんだということでねもう学校の先生からはねその東亜大学の建築学科じゃなくて九州産業大学の建築学科の、ねえー、指定校推薦が取れるんだからお前さんそれはもらえるんだからそっち行けよっつってもいだっちてな感じでね。もう大学入って 勉強落ちこぼれたりすると大変だからってうのを私がね、家庭教師で教えていた私がそのずっとね福岡大学でものすごく苦しんでいたからですね。 はいあのー、なんていうか単位が取れなくて、もう進級ができなくて,っていう、進級ができなくなりそうな、留年しそうな感じになってたから、もう大変だから上の大学は行きたくないと、だから下の大学がいいとか言ってね、わざとそっちに行って、その時にそにバブルが弾けたから、東和大学なんてそんな大学の名前出しても、どこの企業も取ってくれないよって感じでね、もうひどい状況になってますからね、もう今ひどいですよ、今もうバブルが弾けようとしてます。はい、ちょうど彼がね、そうやってバブルが弾けた時と、同じ株価に。 やってますよね過去最高の4万円とかね、いうぐらいに当時になったわけですよ。それで彼が大学に入ったら、東和大学に入ったら、突然バーンとバブルが弾けたわけですよね。はい、ということで、なんで自分が大学生の時だけそんなバブルが弾けるのと、九州産業大学行っときゃよかったと、東和大学の年バリューじゃどこも相手してくれないって感じで、ね、何十件で企業回るわけですよ。何十件で企業回るけど、どこも相手してくれないって感じですね。 はいということはもうしょうがなく本人はもうこれ建築,建築学科で勝負するしかないやということで建築関係に絞ってね行きたくもなかったんだけど建築学科に絞って建築関係の企業に絞ってミサーホームとかいろいろこう回ってって就職したわけですはいよろしいですかというようなことでですねあのー、やっぱり自分の学科とかね しかも彼はその東和大学で一応ね、出席で卒業ですから、もうナンバーワンでね、建築学科ナンバーワンの成績で当然卒業ですから、私の仕事だからね、<laughs> 落とす方がおかしいんでね。はい、ということで、えーまあ、やっぱりそういうふうなことであるならば、ちゃんとそうやってね、就職はできるわけですよ。ちゃんと絞ればね、そんなエフランク大学であろうが、何であろうが。 超一流の企業にね、ミサホーみたいなところに就職できたりするわけですよ。だけど、本当にあなたが今から今選んでる学科というのは、本当にそれはあなたの就職像に合っていますかっていうことですね。もうそんな就職するつもりないのに建築学科に行っちゃったとかね、うん、就職するつもりがないのに医学部行っちゃったとかいうふうなことになるとちょっと困るわけですよ。そこがレベルが高いからとりあえず行ってみましたみたいなことになるとね、間もなくバブルが弾けますよ。間もなくバブルが弾けます。 もうひどいことになります今の大学生は、はい、それから今の高校生、今の中学生は、ひどいことになりますからね。まず就職ありませんから。だから就職すると思ったら、もうね、人間力を上げておくっていうことと、自分の就職と自分の学科中いうのは、もうちゃんとピシッと決めておくっていうことですね。もうこれしかないっていう感じでね、やっておくっていうことは大事ですよと。ね自動車関係に進みたいのに建築学科に行くとか、こんなことやっちゃいけませんよっていう。ね はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っておけばチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。